生界不安です。大丈夫でしょうか？大丈夫です。きっと元気なお子さんが生まれますよ。ご主人もどうぞ立ち会ってください。先生よろしくお願いします。まさきくん？みなみさん。あれ、二人とも知り合いなの？そうなんだ。よくお世話になってるんだ。あら、かわいい奥さんね。知らなかったわ、結婚したなんて。最近ね、言ってなかったっけ？もうまさきくん、よくしてもらっているならちゃんと結婚の報告しないとダメじゃない。そうだね。そうね、早く教えてほしかったな。なんか言いそびれちゃって。はい、じゃあ麻酔入ります。おいてね、どういうことなんだ。独身だって聞いてましたけど。急に結婚が決まっちゃってさ。私と付き合っといて別の女と抱き込むかよ。違うんだ。今は授かり婚って言うんだ。なこと知ってんだよ。言い方じゃねえんだよ。二股かけてたってことかって聞いてんだよ。いや、実は無理やりに。無理やり。はい、麻酔外します。ちょっと。まさきくん、頑張って元気な子を産むからね。まさきくんに無理やり迫ったの？おい、今そんなこと聞く時じゃないだろう。まさきくんとは高校の時にモアタックを受けてから付き合ってます。はい、麻酔あります。だってさ。いや違う、俺バレー部でさ、すっごいアタックの練習してたんだよ。あ、はい、麻酔外します。まさきくんは高校の時何部？新聞部。たっさー、奥さん、すっごいスクープがあるよ。あー、ダメ、麻酔入ります。おい、何してんだよ。誤解なんだ、俺が好きなのは君だけだよ。あー、よく言ったな、このシチュエーションで。おい、もう一回言ってみろよ。わかった、何回でも言ってやるよ。はい、麻酔外します。俺が好きなのは君だけだよ。まさきくん、私も大好き。はい、麻酔あります。何イチャイチャしてんだよ。本当だ、信じてくれ。じゃあ今ここでキスして。わった。はい、麻酔外します。手術頑張ってね。はい、麻酔あります。間違えちゃってさ。おい、たぼけてんじゃねえぞ。私と奥さんどっちが遊びだったんだよ。妻が遊びでした。本命は君だよ。ああ、じゃあ奥さんにはっきり言ってやんな。おめえは遊びだったっての。はい、麻酔外します。これからもいっぱい遊ぼうね、子供と三人で。まさきくん、ああ、もう麻酔やります。何、家族の幸せ計画か。いや、妻には罪はないじゃないか。そうだよな、生まれてくる子供にもな。わかった、何でもする。その代わりに妻には内緒にしておいてくれ。じゃあ私のこと奥さんよりも好きって言って。俺は妻よりも君が好きだ。まさきくん、どういうこと？あ、麻酔忘れてた。麻酔入ります。